はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さん家へようこそ。まあ皆さんね、レジャーを行くときって、まあ夫婦でもファミリー層でもどっちでもいいんですけど、どっかに行くとき、まあ例えば山梨だったり千葉だったり、神奈川県のどっかだったりっていう時に何か目的を見つけていきますか、それともまあそういうところに関係なくドライブがてら気になった ところに行ってまあ行くっていうことを主にやっているのかですね。まあ私は一応目的を見つけて、まあ道の駅に行くならどこそこの道の駅に行く、まあ大体の3つ4つぐらいこう見つけてというか、まあいろいろここがいいねっていうところをまあ見つくろって紙に書いて、どうですっていうふうに旦那さんにね言っときます。言っといてるんですけど、まあその一日しかないお休みの時は遠くには行きませんけど、たまに2日間お休みの時があるんで、その時はねちょっと遠めのそのところに行きますけど、最近ではね千葉県のその香取大神宮に行きました。まあ行こうと思えば行けるんですけど、帰ってくるのにちょっとね大変だったりとかするんで、行けなかったりとかするんですけど、結構大きかったですね。意外に緩やかな山道っていうか上り坂なので、ぜいぜい言わなかったんですけど、でも長かったなーっていうのは思いましたね。あと山梨県の、小淵沢あたり、その山梨県の左上のあたりですね、長野県に近いところです。そこにまあ南清里という、道の駅がありまして、そこに行きました。で信玄ソフトっていうのがあって、カップのコーンにソフトクリームがあって、で黒蜜となんだっけ信玄餅が2つあるんですね。それがあるんだけど結構美味しかったですねまあ信玄餅入れてるだけなんですけどね、普通のソフトクリームに、だけどまあ美味しかったです。そうそう、それでね、山梨といえば信玄餅なんですけど、豆知識なんですけどね、その信玄餅っていうのはやっぱり信玄餅は桔梗屋っていうイメージがあるんですけど、商標登録上は信玄餅っていうのは金星軒って言って金の金のその精神の精に軒って書いてって、多分金星軒って言うと思うんだけど、そこが商標登録を取っているので、桔梗屋さんはその信玄餅って名乗れないんですよね、その桔梗屋さんのものは。で、なんで、あれと思うじゃないですか。桔梗屋っ
は信玄餅って名乗ってんじゃんって言うんだけど、桔梗屋さんの方は桔梗屋信玄餅が正式な名前なんだそうです。それで桔梗屋、桔梗屋か桔梗信玄餅として別にその区別するために、また別でね商標登録を、取ったみたいですね。うん、調べたんだけど、うん、その金星軒とは別の、まあ、物自体は同じなんだけど、先にその信玄餅っていうのを登録されちゃったんで、それとは別物ですよと。まあね、新たにこう登録し直したっていうか、うん、うちのはこうですよっていうような感じで、取ったみたいですね。ただ、県外の人だと、桔梗屋じゃないですか、信玄餅って。うん。だからね、本当にこの言われっていうのはね、みんな知らないんじゃないですかね。よほどこう調べない限り。うん。なんか話がちょっとずれちゃったんだけど。まあ私の場合はね、行くところはもう神社かお寺か道の駅ですね。まあ行くとしても、お金のかからないところですね。でまあ、お金を出すとしたら、まあ、さい銭ですね。あとお菓子とか買って、うん。でもまあ、あれですよ。行き尽くしちゃったんで、うん。だからもし行くとしたらね、飛行機とか新幹線で行かなきゃいけないくらいのあれになっちゃうんですけど、皆さんどうやって行きますか？まあ、ブラブラして気になったところに、行くか、また何か目的ですね。まあ、道の駅に行くとか、この博物館に行きたいから、それに行く。あとは、まあ、そのナビで調べて、まあ、気になったところは行くとかね。うん。そういうところですかね。私はもう、最初に決めてから行きます。その他でね、あったら、できれば教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。